ジャパンテックス2019株式会社日米のブースをご紹介いたします。当社はお客様一人一人の快適さのために窓を思い、その装いを愛する相思相愛をテーマとしております。今年発売したハニカムスクリーンレフィーナポポラ2スマートコード式を中心に充実した窓周り商品を展示します。こちらが当社オリジナルの操作方法、スマートコード式となります。1本のコードで操作することができ、見た目がすっきりとした印象となります。操作コードがループ状になっていないため、小さなお子様がいらっしゃるご家庭やペットがいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。対応商品はロールスクリーンソフィー、プリーツスクリーンモナミ、ハニカムスクリーンレフィーナとなっております。こちらがロールスクリーンの部品色、新色ブラックとなります。これまでの部品色、白、木目、グレー、アンバー、ベージュに加え新しくブラック色が追加となりました。こちらはハニカムスクリーンレフィーナとなります。断面のハニカム構造により、冬は暖かい空気を室内から外に逃がさない、夏は暑い日差しを遮ります。生地に関してはこれまでの色柄を見直し、穏やかで上品な印象の防炎生地ココン、濃色で落ち着いた雰囲気の防炎遮光生地オストルで、多彩なバリエーションで窓辺を美しく演出します。またハニカムスクリーンはシングルスタイル、ツインスタイルに加え、新たに上部に生地が入っていないアップダウンスタイルが新発売となりました。操作方法ではグリップを上げ下げする簡単で分かりやすい操作方法で、コードレス式が新しく新発売となりました。こちらは今年4月新発売のレフィーナサーモブロックタイプとなります。左右のフレームと上下の断熱シールドによって空気の流出入を軽減し、省エネ効果がさらにアップしております。スクリーン、ボトムバー、ヘッドボックスをコの字型にカットすることによって、従来のコの字型フレームよりも省エネ効果だけでなく衣装性もアップしております。こちらは今年の4月にポポラがリニューアルしましたポポラ2となります。シンプルで使いやすくリーズナブルなシリーズとなっております。同じ生地で製作が可能なロールスクリーン、バーチカルブラインド、プリーツスクリーンに加え、バンブーブラインド、アルミブラインド、5つの製品からお客様のイメージにぴったりハマる製品をお選びいただけます。こちらは木製ブラインドクレールとなります。昨年新発売した自動加工機能搭載のクレールタッチ、クレールグランツタッチ、日米独自の L 字のスラットを使用した遮蔽性の高いクレール防炎耐水 L フォーム FR に加え、今年の6月に新たにクレールバンブースラットが新発売となりました。現行のクレールにポポラ2のバンブーブラインドのスラットを使用しており、衣装性を向上しております。こちらはロールスクリーンガイドレールタイプとなっております。遮蔽性が非常に高く、ホテル等でご好評をいただいている製品となっております。4柄22色と豊富なラインナップとなっておりまして、光漏れが気になる寝室等でご提案いただけます。私たち日米はこれからもより良い商品を提案できるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。